日本東京都練馬区、下尺寺下尺寺は東京都練馬区の町名へ。住居表示実施済み区域。現行行政地名は、下尺寺1丁目から下尺寺6丁目。郵便番号は177-0042。練馬区南西部に位置する。北部を、尺寺町、南部を、杉並区井草、上井草、西部を上尺寺などと接する。 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、下石寺 G5 から18から15の地点で42万3000円、平方メートルとなっている。旧武蔵区に島郡、下尺 G 村。 1889年、下尺寺村は、町村制施行により、尺寺村大技下尺寺となる。1932年、東京市編入に伴い、板橋区下尺寺1丁目及び2丁目となった。この当時の下尺寺はじめ、2丁目は、現行の下尺寺はじめ6丁目、尺寺町1から8丁目、上尺寺南町を含む広大な区域であった。 1970年1月1日の住居表示実施により、下尺寺院2丁目の大半が尺寺町1から8丁目となった。1973年8月1日の住居表示実施により、下尺寺院1丁目の大部分の地域に、南田中町の一部を編入して、境界整理を行い、現行の下尺寺院1丁目から6丁目までが誕生した。 以後、1984年までは、新旧の下尺寺一丁目が並存していたが、下尺寺一丁目の残りの部分は1984年6月1日の住居表示実施により、上尺寺南町に変更された。駅は設置されていない。西部新宿線上井草駅、上尺寺駅、西部池袋線尺寺公園駅が利用可能な範囲にある。また、 バスから乗り継いで、小木久保駅も利用される。練馬区統計所町長別土地面積、気温、降水量の推移、住民基本台帳による世帯数と人口など。練馬区、2018年1月4日閲覧。AB、世帯と人口町長名別。練馬区、2018年1月4日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。 2018年1月4日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月4日閲覧。他に東部を南電中、西部を上尺寺南町と接する。区立小中学校学区域一覧。練馬区。2018年1月4日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査。ありがとうございます。